どうもこんにちは。芸能界や有名人の方の中には名家ご出身の方や二世タレントの方も多くいらっしゃいます。そこで今回はそんなお嬢様の芸能人や有名人の方を衝撃順にランキング形式で紹介します。23位、高橋真麻さん。生年月日1981年10月9日。出身地東京都。高橋真麻さんは父親に俳優の高橋英樹さんを持っています。親子でテレビ出演をされたりと、とっても知名度の高い親子ですよね。真麻さんの実家がある場所は昭和初期からの高級住宅街、島津山です。島津山は池田山、花房山、御殿山、八津山とともに城南五山と呼ばれる富裕層の居住エリアだといいます。自宅の間取りは 5LDK で、真麻さんの部屋は12畳だったそうです。通っていた学校は桜蔭女子学院とともに女子高御三家といわれる双葉学園。お弁当をエルメスのスカーフで包んでいた生徒もいたほど、お嬢様が通う学校だったことを明かしていました。真麻さんはそんな双葉学園の幼稚舎から通われております。22位、伊藤麻子さん。生年月日1970年6月10日。出身地東京都渋谷区。伊藤麻子さんのご実家は東京都渋谷区の千駄ヶ谷にあります。千駄ヶ谷といえば東京きっての高級住宅街ですね。そんな場所に大きなお屋敷のご実家があるなんて、かなりのお金持ちだと推測されます。そしてやはり伊藤麻子さんもお嬢様学校として知られる双葉高校を卒業されています。伊藤麻子さんのお父様のご職業がとっても気になりますよね。調べたところによると、株式会社富士銀行の常務取締役をされていたのではないかと言われています。富士銀行といえば現在のみずほ銀行の原型となった銀行ですね。またお母様はスチール家具で成功を収めた実業家の令嬢のようです。21位、北川景子さん。生年月日1986年8月22日。出生地兵庫県神戸市。女優としてドラマなどでも大活躍中の北川景子さん。北川さんのおじい様が医者をされており、裕福なご家庭で育ってきたようです。また父親は三菱重工の役員で、実家はお金持ちだと言われています。三菱重工の防衛部門トップになるともささやかれ、業界ではかなりの有名人だそうです。そんなご家庭ということもあって、北川さんもかなり勉強ができた様子で、お嬢様学校としても知られる大阪女学院高校普通科理系コースからクラーク記念国際高校東京キャンパスに転校し、明治大学商学部をご卒業されています。20位、松雪泰子さん。生年月日1972年11月28日。出生地佐賀県鳥栖市。松雪泰子さんの父親は佐賀県鳥栖市にあるガス会社、鳥栖ガス株式会社の社長、松雪秀俊さんです。松雪さんはシングルマザーとして一人息子さんを育てられています。そんな息子さんは和光小学校を卒業されているそうです。セレブ御用達の有名校ですね。19位、山口萌さん。生年月日1977年6月11日。出身地東京都台東区。山口さんのご実家は関東最大手といわれる仏壇屋さんです。なんと自社工場をお持ちで、製造から販売までされているのだそうです。また洋服を買うときはお店を貸し切っておばあさんと一緒に行かれていたそうで、山口さんが気に入ったものはすべて購入していたそうです。そして移動はすべて車での送り迎えだったので、そもそも電車の存在を知らなかったのです。授業で山手線を覚える時間があり、その時に電車、山手線の存在を初めて知ったそうです。18位、田畑智子さん。生年月日1980年12月26日。出身地京都府京都市東山区。田畑さんのご実家は京都の老舗料亭鳥居元です。なんと創業は約250年ほど前、しかも京都の八坂神社の大鳥居前下河原にあります。京都の老舗らしく、しつけには非常に厳しく、幼い頃からみっちり叩き込まれたそうです。礼儀作法、立ち振る舞い、気遣い、言葉遣いに至るまで、両親はもちろん
元芸妓だった祖母も厳しく目を光らせていたと言いますから、さすが京都の老舗は違います。そうして女優になった田畑さんは、時代劇で着物姿での所作に苦労することはなかったと言いますから、今でもしっかり体に染みついているのでしょう。セレブらしく習い事も多数経験していたと言いますから、田畑さんの実家が裕福だったのは間違いありません。17位、大黒摩季さん、生年月日1969年12月31日、出身地北海道札幌市南区、90年代に「あなただけ見つめてる」「ラッラッラッ」などのヒット曲を連発した歌手、大黒摩季さん。実家は北海道札幌の老舗製パン業、札幌木村屋で、北海道では有名な食品メーカーです。会社は現在大黒の弟さんが経営しているとのこと。16位、加原朋美さん、生年月日1974年8月17日、出身地東京都江東区、歌手の加原朋美さん。彼女の母親はもろ水を扱った健康食品ビジネスで大成功していると話題になっていましたが、実は加原さんは本家本物のお嬢様だということが発覚しました。彼女の父は鉄鋼関連会社を経営しており、地元では有名な超セレブだったのです。セレブの習い事の一つ、乗馬も小さい頃からたしなんでおり、馬術の腕前も相当なものだそうです。2016年には全日本馬術大会で優勝されています。15位、中野美奈子さん、生年月日1979年12月14日、出身地香川県。中野さんのご実家は香川県にある中野外科胃腸科病院です。言うまでもなく、医者はお金持ちの仕事で真っ先に名前が上がる職業ですが、特に中野さんの父親のように医師であり、しかも開業医ともなりますと、中野さんの実家はかなりのお金持ちなのではないかとネット上では推測されているようです。またお姉さんは医師をされているそうで、ご結婚相手はインドの清き湯関係のお仕事をされているエリートなのだとか。ご親族もかなりのお金持ちだと考えられます。14位、滝川クリステルさん、生年月日1977年10月1日、出身地フランスパリ。滝川クリステルさんは見るからにお嬢様の雰囲気が漂っていますね。滝川クリステルさんのお父様はフランスで会社の経営をされています。そのため幼い頃から日本とフランスを行き来し、フランス語が堪能です。滝川クリステルさんは現在そんな語学を生かし、フリーアナウンサーとして活躍されていますね。その他にも母方のご親戚にはフリーアナウンサーとして活躍されている目黒陽子さんや俳優の滝川英治さんなどがいらっしゃいます。13位、千秋さん、生年月日1971年10月26日、出生地千葉県。千秋さんのお父様は日本板ガラス株式会社元取締役会議長兼取締役会長です。資本金は1164億円、世界28カ国にも及ぶ生産拠点をお持ちの大会社のお嬢様です。千秋さんのご実家はおとぎ話に出てくるような洋館の作りで、とても大きいなお家だそうです。千秋さんはそんな素敵な場所で育たれたんですね。12位、松たか子さん、生年月日1977年6月10日、出生地東京都。松たか子さんのご実家は由緒ある歌舞伎の家系です。父親は九代目松本幸四郎さん、兄には市川染五郎さんがいらっしゃいます。まさに華麗な一族ですね。また松たか子さんは堀越高校に転校されるまでさゆり学園に通われていました。さゆり学園といえば中高一貫のお嬢様学校と言われています。次期地位、高田真由子さん、生年月日1971年1月5日、出生地東京都。高田さんのお父様は高級会社の輸入販売会社ユニオン高田商会の社長をされていた高田雄一さんです。さらに高田さんの高祖父の高田晋三さんは高田商会を立ち上げられ、当時の資産家として名を連ねられていました。高田さんは小学校から高校まで白百合学園ご出身です。その後スイスに留学され、東京大学文化三類に合格されています。10位、
石原麻里さん、生年月日1964年2月4日、出生地東京都。1980年、清新女子学院高等科在学中に映画「飛んだカップル」にヒロインとして銀幕デビュー。田園調布出身のお嬢様女優として彗星のごとく現れ話題に。83年放送のドラマ「不揃いのリンゴたち」に主演後も彼女の美貌に憧れ、太眉と長いストレート髪、そしてソバージュなどの容姿を真似する女子が急増、社会現象を巻き起こしました。男女ともに好感度ナンバーワンの女優として憧れの存在となりましたね。石原さんはお嬢様学校として名高い清新女子学院を幼稚舎から大学まで通われました。こちらの学園は高級住宅地として知られる広尾内にあり、頭が良いことでも知られています。9位、山口花凛さん、生年月日1947年5月10日、出生地東京都中央区。山口花凛さんは1970年に森川時久志監督の「若者の旗」という映画で女優デビューしました。次いで1971年 NHK 庁のテレビ小説「真由子一人」のヒロインとしてドラマに初登場しました。現在女優歴はもう40年以上の大ベテランです。山口さんのご実家は日本橋兜町にあった老舗外商専門書店千代田書店です。また山口さんはお茶の水女子大学附属中学校、高等学校と名門校ご出身です。8位、小野陽子さん、誕生日1933年2月18日、出身地東京都。小野陽子さんといえばジョン・レノンの奥様として有名ですが、父親は日本工業銀行総裁を務めた小野栄次郎さんの子であり、ピアニストから銀行員に転じ、彼女が生まれた時は横浜証券銀行のサンフランシスコ支店に勤務していました。また母親の祖父は安田財閥の創始者安田善次郎さんでした。安田財閥といえば金融部門で他の財閥の追随を許さないほど潤沢な金融資本を持つ日本四大財閥の一つとして知られています。つまり彼女は安田財閥直系のお嬢様でした。名家の出であることがわかりますね。7位、安藤和さん、生年月日1948年3月6日、出身地東京都台東区。安藤和さんは法務大臣を務める犬飼健の妾の子として誕生し、後に認知されました。当時父親というよりはおじいさんとして見られることも多かったようです。またおじい様は言わずと知れた内閣総理大臣を務めた犬飼健氏ですね。さらに夫は俳優の奥田瑛二さん、娘は映画監督の安藤桃子さんに、女優の安藤サクラさんと芸能一家でもあります。子供の頃には安藤さん専任のお手伝いさんが3人いたことや、50年以上前にお年玉を40、50万円はもらっていたこと、1962年に母と2人で行った世界一周旅行は現在価値で約3500万円ほどだったなど、うなるような金持ちエピソードがたくさんあります。6位、阿川佐和子さん、生年月日1953年11月1日、出身地東京都。阿川さんの出身校は東京でも屈指のお嬢様学校で知られる東洋英和女学院です。阿川さんは中学部と高等部の6年間をここで過ごしました。すごいお嬢様学校で、ごきげんようって挨拶すると話していました。ただしそんな綺麗な言葉使う割には、女ばっかりの中学高校って男の目がないからやりたい放題、早弁はするし、若い男の先生が入ってきたらかもだし、みんなでいたずらしてと、やんちゃな学校生活についても明かしていました。5位、江口智美さん、生年月日1968年2月4日、出身地東京都。江口智美さんは短大2年生の時に商社への就職の内定が決まっていたにもかかわらず、それを蹴って芸能界入りしています。最初はグラビアなどの仕事もされていたそうですが、オフィス北の加入後はビートたけしさんたちが出演している番組への出演を主にされていました。現在ではいろいろな番組に出演して、ナレーターや司会業などを主に活動されています。江口さんは幼稚園から短大まで東洋英和女学院です。
東洋英和女学院といえば、戦前からあるお嬢様学校中のお嬢様学校というイメージですよね。そんなことからも、江口さんはいいお家のお嬢様ということがわかります。ただ、ご実家がどのようなお家なのかは不明ですね。4位、すぐり文江さん、生年月日、1980年12月31日、出生地、千葉県千葉市、元フィギュアスケート選手のすぐり文江選手。独特の感性をお持ちで、表情のアクトレス、すぐりワールドとも言われました。そんなすぐりさんですが、実家がお金持ちで有名ですね。すぐりさんの実家の父親の職業は日本航空の元パイロット、母親は同じく日本航空の元客室乗務員でした。パイロットの父親と客室乗務員の母親を両親に持つすぐりさんは、生い立ちからして裕福だったようですね。すぐり文江さんは父親の職業の関係で3歳から5歳までをアラスカ州アンカレッジで過ごしています。すぐりさんには3歳年下の妹ちかさんがいますが、ちかさんも元フィギュアスケート選手で、文江さんほどの成績は残せなかったようですが、それでも全日本選手権で9位という成績を残すほどの実力を持った選手でした。2人の娘さんにフィギュアスケートを続けさせるには、よほどの経済力がなければかなり厳しいのが現状かと思います。そんなお金のかかるフィギュアスケートを2人の娘さんに続けさせられたすぐり文江さんの実家は、世間一般的に言えばお金持ちということになりますね。3位、真野京子さん、生年月日、2月9日、出身地、東京都。父親は航空会社に勤めていて、帰国子女であった真野京子さんは鎌倉に育ちます。その後、真野さんは東邦学園大学短期大学を卒業したという正真正銘のお嬢様です。真野さんは就職期を迎えた時、一生続けられる仕事がしたいと選んだのが、スチュワーデスか女優の仕事だったそうです。スチュワーデスの試験にも受かっていましたが、名門劇団民芸のオーディションにも受かっていたため、1973年、民芸に入り女優の道を選びました。2位、富山恵里さん、生年月日、1975年10月22日、出身地、東京都墨田区向島、TBS に所属する女子アナウンサーの富山恵里さん。富山さんの実家は東京都墨田区にあり、和菓子店こととい団子を経営されています。店舗とご自宅は同じ建物だそうです。江戸末期に創業した老舗店で、隅田川に架かる桜橋の向島側にあります。平安時代の歌人在原業平が東国を旅した時に読んだ和歌から、こととい団子と名付けられたそうです。富山恵里アナは慶応義塾大学卒ですが、慶応には幼稚舎から通っていたという情報がありました。また中学からは吹奏楽部に所属しチェロを習っていたそう。これだけでご実家が裕福でお嬢様育ちであることがわかりますね。1位、神田うのさん、生年月日、1975年3月28日、出身地、神奈川県川崎市。タレント、モデル、実業家など様々な顔を持つ神田うのさん。旦那さんが会社社長ということもあり、現在セレブタレントとして活躍しています。しかし実業家の神田うのさん自身、とても稼いでいるので、玉の輿というより自分の力でセレブになったという方が正しいかもしれません。また結婚前からお嬢様キャラだった神田うのさん。神田うのさんのご両親は2人とも頭脳明晰であると知られています。父親は東京大学卒業後、東京大学院に進んでいるとても頭のいい方なんです。神田うのさんは幼少期に実家で姫と呼ばれていたと紹介しています。宇野という名前が持統天皇の幼名、宇野のさららの姫巫女が由来で、姫巫女を取って両親や祖母は姫と呼んでいたそうです。名前の由来も一般人とはちょっと違いますね。生まれながらのお嬢様だということがわかります。実家の父親は東京大学院を卒業後、通産省の官僚だったそうです。お名前は神田素直さんと言います。父親が官僚ということは、実家は相当なお金持ちという可能性がかなり高いですね。また実家はマンションを所有しているという話もあります。芸人の弟さんは実家所有のマンションに住んでいるので、若手芸人の苦労時代はなかったそうです。そして神田うのさんは5歳の頃からバレエを習っていました。
テレビでも美しいポージングをたびたび披露しています。バレエはお金持ちのお嬢様が習っているイメージがありますよね。実家がお金持ちでなければ長く習い続けることができないので、恵まれた環境で育ってきたことがわかります。神田うのさんは実家のお金持ちエピソードも一つの商売道具となっています。それが原因で炎上してしまうこともありますが、次元が違いすぎて面白いという声が多いようです。例えば子供の頃から家の中に高級品があふれていたという神田うのさんの実家、どこの家でもロイヤルコペンハーゲンイヤープレートは揃っているものだと思い込んでいたそうです。また高校生くらいから毎年ヴィトンなど高級バッグを買ってもらっていたそうです。実家にいた時から数えきれないほどの高級バッグをもらっていたので、現在彼女の高級バッグコレクションはすごいことになっていることでしょう。堂々の1位に輝いたのは神田うのさんでした。やはりお金持ちでお嬢様として育ったということが分かりましたね。これからも天真爛漫なお嬢様キャラの神田うのさんを応援しています。今回はお嬢様芸能人有名人衝撃ランキングをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。すでに知っている方からあまり知られていない方までいらっしゃいましたが、どの方も育ちの良さや品のある方、また才能あふれる方が多くいらっしゃいました。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。